はいはい、どうも、こまみれたよ。ということでね、えー、まあ、仕掛けなんで、どんどけだ ?2 ヶ月くらいか。2ヶ月くらいね、このネッサのシリーズ、まあ、ネッサ X チューンのグリップ俺から始まり、ネッサ XR を購入して、えー、まあ、そろそろ終わりが近いかなと思っとる昨今、まあ、いろんな事実がね、あのー、判明したことによって、 えー、そろそろこのネッサシリーズの最終回を迎えるんじゃないかなと思う次第ですが、うん、まあ単価切った以上ね、えー、まあ、自分でねあのー、落とさなあかんっていうね責任はあのー、ありますからねあのゼ的なリールみたいにさねあの,のつくリールみたいにさあのー、もうね吐き出したまま、ね、投げ捨てるわけにもいかんからさうーん <laughs> はい。でね、えー、まあ、簡単に言うと、ネッサー XR のグリップ折れに関しては、うーん、設計ミスではない。うん。設計ミスではあるんだけど、その、設計ミスではないっていうね。うん。そういう話なんですよ。 まあちょっと画面に映っとるね。このネッサ XR のね。この曲がり。すごいでしょ。このシの字みたいな曲がり。うん。でね、この動画はね、あのクイズネッサ XR っつってね、あげた時にね、コメント欄にね、みんなやっぱすごいっすね。うん。やっぱ歴史を感じます。コメント欄にさ、あのー、この竿ってその新世代超弾道理論だの、新世代先調子などを受け継いでるみたいなさ。うん。 そういうロッドじゃないんですかみたいなコメントがあってね。なんじゃそりゃと。うん。なんかキャプテン翼のシュートみたいなさ。<laughs> 超時空要塞みたいなさ。なんかそんな名前のやつ。でね。えー、なんぞやって話になると、あのー、ほんと10年くらい前なんかな。えー、ARC っていう、えー、タイプの、ね、っていうかブランドのロッドがあったそうなんですよ。うん。 このオシア ARC906 とか、このオシア ARC ボートね、S806 とかさ、うん。この ARC って何ぞっていう話なんだけど、まあそこに使われてる技術がね、その、この新世代先調子ってやつなんですよ。うん。まあ、あの、この話をしたいわけじゃないんで、すごいざっくり話しますけど、えー、そのティップ、ティップ、 プベリー区間をすごく柔らかく作ることによってねどんな軽いルアーでもそれこそ重たいルアーでもえー、しっかり曲がってグッとタメが効いてぴょーんとえー、飛ばせるっていう軽い力でもそのベリーティップベリー部分がしっかり曲がってくれるから飛ばせるよってでその飛ばす弾道もえー その全体的にグワーンと曲がってロッドが弧を描くようにえーカーブするんじゃなくてなんかすごいなんかヒュッとライナー的な動きでえ飛んでいくからあの飛距離が出ますよみたいなのをえやった超ファストテーパーっていうので新世代先調子これ投げ竿の技術らしいですねうんマノがやっとるうんでその代わりそのバット まあセンター部分、ベリーバッ、ベリー以下、バットまでの部分をめっちゃ強くして、あの、投げるときは、えー、真ん中より前。魚かけたら、真ん中より後ろみたいな感じで、えー、扱うみたいな。うん。そういうこの ARC っていう型があったそうなんですよ。で、この ARC っていうモデルを、えー、好き好んで使っとったのが、好き好んでってちょっと失礼やな。 あのすごくあの大好きで使っとったんが、えー、シーバスのイズミン。コアマンの人だよね。コアマンのイズミンと、あと、サーフのホッティ。なわけですようん。もう言いたいことわかりますよね、えー。このネッサシリーズっていうのは、この ARC っていうのを踏襲してます。うん。 あの、作っとる、もう、理論、あの、やっぱり、なんだろう。うん、実際ね、あの、ネッサの、に、あまあリミテッドとか見ても、なんか、あの、超戦、あの、なんか、なんか、だっけあの、超時空要塞みたいなやつ。なんだっけ忘れた。花前出てこん。新世代先調子みたいなこと書いてないんだけど、結局その、ホッティが、この ARC 時代から、このロッドが大好きらしくて、うん。で、もうこのネッサ自体も、 あのリミテッドにかけてまであのもうその調子で作られてるんですよ ARC を踏襲した作りになっとるんですようんだからあんなことになってはこんなことになっとるんですうんじゃあ例えばじゃあそのまあ別にこれは間違いじゃないんですよえー、飛距離を出すためにその我々はというか俺に関してもやっぱグリップを曲げて飛ばそうっていう思想だったわけよ けどこの、えー、新世代先調子っていうのはティップを曲げてて飛ばそうっていうっい設計思想なわけよ、うん、だからその観測の位置の問題であってそのティップを曲げて飛ばそうっていう人間からしたらこれは設計通りだしバットを曲げようっていう人じゃあバットっていうかグリップをグリップ前でグイッと曲げてぶっ飛ばすんだっていう人からしたら設計ミスなわけですよ。うん ただそれだけの話なんです。だから別に設計ミスじゃないんですよ。言葉のあやですけどね。うん。そういうふうに作られてるんです、そもそも。だからバットを使うロットじゃないんですよ。そもそもが。設計思想が。うん。だから逆にいやバット使っとる我々が悪いんですよ。うん。まあ、それを隠す島ノも島ノですけどね。うん。 なんない変な話さ。うん。だってもね、でもね、この、この設計思想っていうのは、えー、正直なところ、シーバスくらいだと思います。うん。まあ、なんて言うんでしょう。あの、シーバス釣りとかって言えば、ウェーディングとかをしたりとか、あと背中にね、木とか壁とかを背負ったりっていう状況が出てくるじゃないですか。ね。だから、そういう時に関しては、そのテイクバック。後ろにね、あの、後ろからうわーんって振りかぶらんでも、あの、 先がね、ディップベリーが曲がってくれるわけですから、少ないストロークでしっかりと飛ばしてくれるっていう特性があるから、シーバスにはすごくいいんですよ。例えばウェーディングで腰まで水に浸かっとるって時も、その、振ってしまうと水面にロッドがベターンってなるじゃないですか。けどそれを防げたりするんですよ。うん。けどサーフにそれがいるかって言われたら、正直なとこ、やっぱ飛距離っていうのがすごい大事ですから、うーん、 って思うんだけど、こっからでもね、こっからもちょっといろいろ派生しましてね。うん。まあ、そもそもの、なんて言うんだろう。シマノのロッドのコンセプトというか、まあ、結構どこにでも売っとるね。あの、シマノのロッドってどこにでも売っとって、で、もう大人から子供まで、それから初心者から上級者までね、ね、えー、使うロッド。 っていうのをそもそも開発のコンセプトとして作ってますから、うん。あのー、初心者が抜刀を使って投げれるわけないじゃないですか。うん。ベテランでもキャスト苦手な人っておるわけですよ。正直あのキャストの姿見とってもホッティとかってなんかうまいかって言われたらそうじゃないじゃないですか。うん。結構手投げなんですよ、あの人。動画とか見とるとね。うん。 けど、そのね、えー、まあ、いわば70、70%とか80%の力で投げたとしても、この先調子がしっかりとルアーを運んでくれるから、釣り人が楽できるんですよ。うん。だから、こいつで100%投げようっていうことがまず間違いなんですよ。うん。だって、その先調子のメリットって言ったら、ね、あのー、みんな投げれるんですよ。 初心者だろうが、あの、ベテランだろう、ベテランだとしてもキャストが苦手な人とか。うん。ね。みんな、ピンからキリまで投げれる。そしてルアーが飛んでくっていうもんなんですよ。うん。ね。それがやっぱシマノの、あのね、どこにでも売っとるシマノの、えー、販売思想というか設計思想というか。うん。誰でも簡単に使えますよ。 っていうものなわけさ。うん。だから別にそれは間違いじゃないしさ。ねえ、商売なわけですから。やっぱり瓶からりまで売れたらいいじゃないですか。うーん。そういうことなんですよ、結局のとこ。うん。まあ、どうやらこの ARC っていうのはものすごく売れんかったらしいですけどね。<laughs> だって昔は、なんて言うんだろう。昔はみんなキャスティングってできたじゃないですか。多分ね。あの、 そそれこそ村田さんとかもキャスティングセミナー毎年のようにやっとるじゃないですか。ね。そんな中で先調子みたいなさ、ことになってくると、なんか違うよね、みたいなことになるから、あと売る側の人間がうまいちよくなかったんでしょ、島根やし。うーん。だから多分その設計思想をこのネッサシリーズが受け継いでね、ARC から受け継いでやっとるっていう。うん。 前にね、あのー、この視聴者の方からいただいた言葉でね、すごいなんか俺の中で残っとるのがあって、その人が作るロット、まあ、テスターとかって、テスターとかって結局、その、ね、なんだろう。竿作りとかに一言が言える、もう一言が言える人ができるわけですから。で、あと、その人が作る竿ってのは、その人が今までの人生の中で振ってきた竿になるわけですよ。うん。 だから ARC を振ってきたホッティが竿を作るとしたら、こうなるんですよ。うん。必然ですね。うん。そうでしょ自分がだって振ってきた竿以外知らんかったらさ、ね。知らんもん作れって言っても無理じゃないですか。ね。でしょだからそういうことなんですよ。うん。だからね、えー、別に何て言うんだろうな 悪いというか、ま、あ方向性が違った、ルートが違っただけなんですよ。あのー、我々は藤崎しおりを落とそうと思ったんだけど、なんかわけのわからん科学部の女を落としてしまったみたいな。<laughs> そんな気持ちでね。でね、えー、強いて言うならば、うーん、なんだろう。うーん、やっぱ島の、まあ、ネッサに関してもそうなんですけど、その、やっぱグリップを使いたい。うん。 だから、7割8割の力で釣りする人は、熱さ全然オッケーなんですよ。うん。だって7割8割の力だったら、グリップなんて剥離しないんで。うん。けど、やっぱそのね、えー、そうだな、あの、こっち、富山県、まあ、日本海側なんですけど、この時期になるとね、波が強いんですよ。うん。しかも、こ、咀嚼なことにね、波打ち際だけ、その、 波が高いんですよ。2メーターくらいの波ドカーンって来るんですよ。<laughs> 波打ち際だけ。けど沖の方行ったら全然流れが効いてないみたいな、うん。日本海側ってそんな土地狂った、あのー、状況は結構あるんですよ。うん。あとなんか調子悪い時のさ、ちょっとしけが入っとるような仙台とかのサーフとかもさ、あのー、波がすごい高いじゃないですか。で、あのー、手前何メートル ?10 メートル ?20 メートルくらい捨ての距離じゃないですか。ぶっちゃけ。うん。 まあ、結構あそこは手前まで魚寄ってくるから、遠浅なんで手前まで魚寄ってきたりはするんですけど、うん。その10メートル、20メートルを飛距離、ね、キャスティングで稼ぎたいっていう人とか、あとはそうだな、えー、有名なそのサーフのポイントでね、乱岩ができない。ほら、取材とかしとる人ってさ、平日の人がおらんようなところで、ね、あのー、あちこち歩き回ってやっとるじゃないですか。うん。 だから、終末アングラーとかの気持ちがわからない。うん。終末アングラーは乱眼ができないから、やっぱ縦の方向でね、えー、距離を稼ぐしかないんですよ。自分が立っとるところで左右の移動ができないから、直線距離で少しでも距離を伸ばして、策的範囲を広げるしかないんですよ。うん。そうなってくるとこのロッドは使いにくい。すごく使いにくい。だから飛ばせないもん。ある程度の距離しか。うん。 っていうことなんですよ。だから、このネッサの、あのー、そもそものその、購入の動機みたいなのが、島ノを提示してくれんかったから、我々はまあ、騙されたっていうのは、まあ、被害者ずらしてちょっと面白くないから、まあ、それを知らなかったっていう我々の落ち度もあるわけですよ。まあ、俺は面白半分で買ったから、ぶっちゃけどうだっていいんだけどさ。うん。そしてね、えー、このネッサの、 えー、グリップ、エクスチューンに限らずね、えー、まあね、エクスアルト、エクスチューンで、グリップの剥離が起こる人っていうのは、あのー、コングラチュエーション。あの、あなたたちは、あのー、シマノのロッドを使うに値しないです。<laughs> ちょっと言い方に含みがありますけど、うん。あなたの釣りのスタイルは、シマノのロッドに合いません。 ま逆でもいいよねシマノのロッドはあなたの釣りのスタイルに合いません。他のメーカーの買いましょうっていう話なんですよ。うん。だって今まで話したような設計思想だから、シマノってグリップを使ってキャストする人間にとっちゃいらないんですよ。うん。卒業です。はい。ステップアップしましょう。<laughs> キャスティングが全然できなくても投げれるわけですから、キャスティングできる人間が投げて、 ってなると物足りなくなるわけですよ。うん。だからあなたはあのシマ野に不向きです。例えばそれがネッサのリミテッドであろうと、はい、設計思想は一緒なわけですから。ね、カーボンのコックリップここまでで、ブランクはここまででって、ね、あの前の方に重心が来とってとか、うん。そういうもんなんで、 あのー、あなたに島ノは不向きです。むしろ、あのー、そこまでして島ノ使いたいんだったら、こういうリスクがあるのは覚悟しとけよ。文句言うなよっていう話になってくるんですよ。そこまで来たら。ね。目の前に落としな落とし穴があるのに自分からハマりに行く場がいないじゃないですか。ね。それではまったら悪いのは誰っ,って話になるじゃないですか。落とし,な落とし穴をさ、掘った人間仕掛けた人間いやいや、は、ハマりに行った自分が悪いんやって。っていうことになるわけですよ。うん。 もう周りに回ってね。はい。だからそういうことやと思います。はい。だから俺も正直、うーん、これで島のロッドは、ないかなーとは思ってます。うん。正直なとこね。<laughs> これはもうないかなーとは思ってますね。特にサーフロッドなんてのは。うーん。まあ、いろいろあるわけですよ。 そういうね、あの、いろんな歴史があっての、これなわけですから。はい。まあ、あの、皆さんこれで理解できてくれたと思います。はい。あのー、ね。まあ、なんだかんだで、うーん、まあ、島の設計ミスだなんだとか言って、折れるもん作んなし、みたいなことにね、あの、言って短歌切った私ですが、まあ、結局こういうことですわ。うん。だからね、あのー、まあ、いて言うなら、 なんだろう。まあ、商売のために、そういう大事なところを黙ってる、シマノの,の、そういう体質。うん。それは印象悪いよね、っていう、ね <laughs>。ことになりますから。はい。でも大丈夫。あのー、シマノのロッドはいっぱい売れますから。はい。人間で買ってますからね。我々、あ、みんな、みんな人間で買ってますから。うん。<laughs> 人間で買ってますから、大丈夫。うん。 村田さんの名前があるからワールドシャーラ買うし、うん、ホッティの、ホッティがいるから、あの、ネッサを買うし、うん。だから逆に言えば、ええー、ね、自分は初心者だとかさ、ね、ちょっとキャストが苦手だっていう人がおったら、逆に言えばネッサはかなりおすすめですね。普通のロッド買ってしまうとやっぱキャスティング技術が求められてしまいますから、 そんなこと、そんなもの技術がなくても飛べ、飛ばせるよっていうのがネッサなわけですから。うん。まあネッサ BB なんてのも、ねえ、えー、っと、2万5千円とかだか、実売で1万、2万切るくらいか、実売で言ったら。うん、BB タイプもこんなもありますからね。まあもちろん BB タイプも、えー、ブランクはスルーではないので、お気をつけください。<laughs> はい。はい、そんな感じで、えーっとね、まあ、 これが判明した以上、これ以上ネッサの動画をやってもしゃーないなーっていうのがありますので、えー、そうだね。まあ、今ちょっと今ネッサ手元にないんですよ <laughs>。ちょっととある方にね、あのー、なんだろう。とある方にお渡ししまして、あのー、最後のね、あの、引導を渡してあげようかなと <laughs>。 ネッサ、ネッサのお別れをしようかなと思いまして、ちょっととある方に預けたんですけど、うん。あとは、だからね、えー、どうだろう。次回ないし次、次次回くらいかな。まあ、これらを踏まえた、あの、まあ、実際魚も釣りましたから、はい、実調を踏まえた、このネッサ XR のインプレッションですね。うん。こいつをとりあえず、あの、ネットの海に残しておこうかなと。 思いますす、うん、実際釣った時の感想ですね、うん、なんかねあの公平を期してインプレしますみたいなことを言うとるなんかブログとかもあったけど、うん、なんかちょっとうんって思ったからまあこういうのも残しとくのも悪くないかなと。 いうのが多分この次のネッサ系の動画だと思います。その後にまあ、その最後に、えー、ちょっとエンディングソングなんかをね、ちょっと作りましたので、そいつを流して終わろうかなと思っとるんで、えー、こいつを含めあと3本ということで、まあ、あと2本ですね、実質。で、このネッサ、熱ッ XR と私のシリーズをちょっと終わらせたいなと思います。ということでまあ、20分話したんでちょうどいいでしょう。はい、以上、コマミリでした。あと2回よろしくお願いします。